熱いよ。関東ラブの関東です。スポーツ観戦、花火、野外フェス、お祭り、バーベキュー、ありとあらゆる場面で活躍できる。はい、というわけでトフランターのネックファン小型扇風機一気に紹介します。首掛けクーラーが欲しいけど大きな出費をしたくない、冒険したくない、でもデザインにはこだわりたいんです、という方におすすめしたいネックファン。今回は3つのテーマで紹介。1、手は不要、肩にかければオールオッケー。箱はとてもシンプルでございます。色パターンも選べるそうです。はい、嬉しい。タイプ C、 今回説明書が入ってないです。おー、こちらが本体でございます。こうやって手で持ってる方いるかと思うんですけども、手はいりません。首にかけときゃ OK です。重量も 180g と超軽量。電源入れてみたいと思います。電源ボタンいきます。お、あー、どっから来てるの。あ、横だ横だ、ここから来ております。なので、ここの位置、あー、これいいわ。こちら、首周りは柔らかいシリコン素材が使われております。こんな感じで、360度、ぐにゃんぐにゃんです。というわけで、簡単に風の方向を決めることができます。ちなみにこちら、使わないときは、端っこから、こう、くるくる丸めて、はい、ポケットに入れることもできます。とりあえず、腕にかけておくこともできます。なんかバッグですね。ぐいっと、持ち手に引っ掛けておくこともできます。二つ目、内蔵された60枚のファンブレードが回転。お好みに合わせて風量調整ができます。調整はこちら簡単です。1回押すと弱、2回押すと中、3回押すと強、そして4回目、電源が消えます。今、強です。あー、いいですね。小だと静かな図書館でも誰も気づかないと思います。ちょっと当たりすぎかなと思ったら、向きを変えたりとか。3つ目、バッテリー。省エネ設計で1回の充電で、弱だと 6.5 時間、3.5 時間、2時間持ちます。なくなったらすぐ充電もできるし、今もう使いたいけどバッテリーがないという場合でも、充電ケーブルをね、こちら、充電器を挿した状態で、モバイルバッテリーとか回しっぱなしにすることもできます。女性の方は髪が巻き込まれる心配がかなり少ないです。お子様、指を入れる心配はございません。ご高齢の方、操作めちゃくちゃ簡単です。はい、というわけで、トフランターのネックファン、自分用に買ったり、この季節プレゼントとしても最適だと思います。ではまた次の動画で会いましょう。